ジョーダン・ジョー・マーサーは、アメリカ合衆国オクラホマ州、デューイ軍、セーリング出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。愛称は、ヤング、ジョーディー、マース、ザ・ロック。2005年の MLB ドラフト26巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名されるも、プロへの準備不足を理由として入団せず、オクラホマ州立大学に進学した。 大学時代は遊撃手及びクローザーとして活躍した。2007年7月にはブラジルのリオデジャネイロで行われた第15回パンアメリカン競技大会における野球競技のアメリカ合衆国代表に選出され銀メダルを獲得した。ピッツバーグパイレーツ時代2008年の MLB ドラフト3巡目でピッツバーグパイレーツから指名され入団した。パイレーツからは 遊撃手として指名された。2011年オフの10月に開催されたグアダラハラパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。2012年5月29日にメジャーデビューを果たした。翌30日の新シシナテピレッズ戦でジョニー・クレトからメジャー初安打を放った。2013年の開幕はマイナーで迎えるも5月3日に昇格し、 同日のワシントンナショナルズ戦で決勝2点本塁打を放った。5月11日のニューヨークメッツ戦では3回と5回に2打席連続のソロ本塁打を放ち、自身初の1試合に本塁打となった。同月13日にニール・ウォーカーが故障者リストから復帰したことに伴い、トリプル A 級インディアナポリス・インディアンスへ降格したも、2日後の15日にジョン・マクドナルドが 故障者リスト入りしたため、メジャーへ最小を隠した。2014年は、遊撃手の定位置をキープして149試合に、出場、規定打席に到達した。出だしは良くなかったが、6月には5本塁打を固め打ちして調子を上げると、最終的には12本塁打を放った。守備面でも高い活躍度を示し、DRS は9、5の打球を処理して、アウトにした数は、 ナショナルリーグ2位だった。2015年は、京正ロが加入したが、今日は主に三塁手を守ったため、引き続き遊撃手のレギュラーの座をキープした。打撃は低調で、116試合に出場しながら打率、244、3本塁打、34打点、オプス0.613という成績に終わった。守備面では115試合で守りにつき、7失策、守備率、 986DRS0 だった。2016年は149試合に出場して、2年ぶりに、規定打席に到達。打率、256、11本塁打、自己ベストの59打点、1盗塁、オプス0.701という成績を記録した。遊撃の守備は146試合で守りについて、いずれもリーグ2位の411補殺と95、閉殺をゲットしたが、 DRS はマイナス9、ザーはマイナス8.4まで落ち込んだ。2017年は145試合に出場して打率。255、14本塁打、58打点を記録した。2018年は117試合に出場して打率。251、6本塁打、39打点に投塁を記録した。オフの10月29日に FA となった。 デトロイトタイガース時代2018年12月14日にデトロイトタイガースと1年525万ドルの契約を結んだ2019年オフの10月31日に FA となった2020年1月30日にタイガースとマイナー契約で再契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった7月23日に メジャー契約を結んで40人枠入りした。8月6日にマイナー契約となり、同日中に FA となった。2020年8月18日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。8月28日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9月1日にリーフとなり、3日にマイナー契約となった。 レギュラーシーズン終了後の10月13日に FA となった。2021年2月5日にナショナルズとマイナー契約を結んだ。3月27日に40人枠に入った。4月10日にナショナルズの選手としてデビューし、3アンダーを記録した。ありがとうございます。